行ってきます。探しながらラムダを目指すアイダは、嘆きの戦士と化した父アーウィンを救うため、彼の記憶の中16年前のユグノアを追おうとされる。そこでアイダはかつてユグノアで起こった悲劇の裏でウルノーガが暗躍していたことを知る。現実に戻ったアイダが父を嘆きの戦士へと変えた爆風魔を撃破すると、アーウィンは正気を取り戻し、これまでアイダを導いてきた声の主エレナーと共に天へと召されていくのであった。その直後、アイラの手のあざが光り輝き、勇者の力が再び湧き起こってくる。16年前に真実を知り、打倒ウルノーガの決意をさらに強く胸に刻んだアイナは、仲間たちを探す旅を再開するのであった。よくお戻りになられましたアイナ。アイナに我らが神のご加護がありますように。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。てかさ、仲間を探すはいいんやけど、どこで何をするんやった？うん？さあ、いつまでも嘆いてはいられんな。気を引き締めて次の目的地へ行くとしよう。ユグノア地方にあるグロッタの町ならば、人も多いし新たな情報が得られるかもしれん。早速行くとしようかの。あ、そっかそっかそっか、次はマルティナやんね。グロッタの町、グロッタの町、あ、ここからまっすぐ行けばいいか。とりあえずちょっと馬を、方向はこっちで合ってる。なんか自然と右上を見てしまいよった。え、ずっとマップって左下やったっけ。え、これ方向合ってる。あ、合っとんか。びっくりした、もうあそこで地図終わっとんかと思った。あまりにも細くてえ、これ乗ったまま行けるよね。あ、通れる通れる。グロッタの町か。マルティナ、マルティナとの再会が待っとるよ。こっちか。一瞬どういう状態なんかわからんなりよった。めっちゃ細い道だな。とりあえず抜けた。いや、まだ細い道だな。すごい山に囲まれとるね。え、こっちじゃなくない？どこや？この辺、こっちか。違う、こっちか。え、多分そうよね。あ、これこれこれ、来たよ。なんか止められそう。よう、あんたたちもあの噂を聞いてこんなとこまでやってきたのか。何の噂も聞いてないけど。何？はて、噂とな。なんであんたたち、もしかして何も知らねえのか。きっとマルティナに関することなんやろうけど。世界が滅亡してみんな落ち込んでるだろう。そんな心の傷を癒してくれるこの世の楽園がグロッタの町にあるって話さ。この世の楽園、こないだすれ違った旅の武道家もグロッタの町に行くって言ってたしな。みんな癒されたくて仕方ねえのさ。舞踏場があるわけではない。それにしてもあの舞踏家の姉ちゃん、すげえ美人だったな。楽園に行けばまた会えるかな。マルティナや。な、すごい美人の旅の舞踏家ですって。それってもしかして。すごい美人の旅の舞踏家ってさ、このようにマルティナだけじゃないと思うけど。まあ、おっと、連れが来たみたいだ。それじゃあな、旅の人、縁があったらまたグロッタの町で会おうぜ。こんだけ普通にね、そんな広い町なわけじゃないけ。遅えぞ、どこで道草食ってたんだ。一通り回りよったら俺そうやけど。さあ行くぞ、楽園は目前だ。あ、待ってよ兄貴。どういう組み合わせなんやろ。そっこいな。何やら胸騒ぎがする。マルティナは操られよんやったっけ。美人の旅の舞踏家とはもしやマルティナのことかもしれんの。みんな共通で美人っていう認識なんやね。いや、美人なんやけどさ、あんま仲間内とかそういうの言わんやん。あ、もうなんか
もう街の中ぐらいの感覚かと思ったら、ここもモンスターがおる場所なんよね。はい、それじゃあここで絶対モンスターにやられる気がするけど、あんなとこ置いとったら。はい、来たー。あれか、武道場じゃなくってカジノになっとったっけ。なんだか様子がおかしいわね。それにあんな悪趣味な像、前に来た時あったかしら。ようこそ、ルノッタの街。そっか、中はモンスターだらけなんよね。街の中に魔物、油断するな。おやおや、困りますな。どうか落ち着いてくださいませ。このグロッタの町は今や幸せな楽園に生まれ変わったのです。そんな場所で戦闘するなど野暮ですぞ。しかもすごいごっついし、野蛮なコロシアムなんてもう古い。街の入り口やけん、これからは6軍王であるブギー様が作ったモンスターカジノはここの新名物ですよ。あなたたちも興味がおありなら、ぜひ2階のカジノで遊んでいってください。どうなっても知りませんがね。喋り方が独特で。てかね、こんなちょっとした魔物に声優さん豪華すぎ。魔物が運営するカジノとな、怪しい匂いがプンプンするが、マルティナがいるやもしれん。2階にあるというカジノに行ってみようかの。あ、ここに入り口。まだここにおるやん。え、走っていかんかった？あ、まあ、そっか。走っていったのは、一応街の外からか。ここでもうすでに。あ、兄貴、街の中に魔物がいるよ。あ、詳しいことを知っとるわけではなかったんやね。噂でちょっと聞いたぐらいな感じ。グロッタの街にある楽園ってのは魔物にとっての楽園だったのかよ。畜生、騙された。でもカジノに楽しめだなんて、どうして俺たちにこんな優しくしてくれるんだ。でもすごいなんか震えてますけども。さあさあ、もたもたしとらんと、早く2階に行って楽しんできんさい。ごっついよ、怖いよ。お、あんちゃんたちも人間か。新しく生まれ変わったグロッタの街によう来よったの。あんちゃんたちも早いとこ2階のカジノに行ってみ。どえらいお楽しみが待ってるけえの。なんか気のいいおっちゃんって感じやね。ヘイブラザー、よく聞きな。あんたが人間だろうが何者だろうが、ここでは関係ない。フリーダムに生きろ。何をするにもあんたは自由。ムカつけ殴って欲しいものは奪えばいい。それがこの街にあるただ一つのルールさ。こわー、無法地帯やん。欲望に従って生きる、そんな自由をブギー様は俺たちに与えてくれてるんだ。あんたも欲望も楽しめよ、ブラザー。やっぱ人間だからさ、そこは理性的に行きたいと思います。今までは忌々しい勇者を倒すためにオイラたちも毎日働かされて、身も心も疲れてたんだけど、魔王様のおかげで勇者もいなくなったし、久しぶりに休みをもらえてさ、これでようやくゆっくりできるよ。あ、じゃああれな、モンスター側からするとこの世界は今勇者なき後ってこと。目の前にいるんですけどね、私。あ、これさっきのグロッタ新名物モンスターカジノですが、おかげさまで大変ご好評いただいてます。あなたたちもカジノに行きたければこちらの階段から2階に上がってください。健闘をお祈りします。いろいろとね。ふふふ、怪しさしかない。この階段ってこと。ゴーゴーゴー。話せるね。あー、いらっしゃい。めくるめく夢とロマンの楽園、グロッタカジノへようこそ。この階段を上がっていけば、超ハッピーでご機嫌なユイカ、あなたを待ってるわよ。あはん。かわいいけど、なんかしんどそう。ずっと鼻動かしとかんといかん。あれ、もう着いた。早いね。ここはスペシャルルーレットステージの観客席へ続く入り口でございますにゃ。でも関係者以外立ち入り禁止だから、こちらは通れないんでございますにゃ。いや、見た目と語尾のギャップよ。にゃとかいう顔じゃないやろ。おや、人間のお客様ですか。ロトゼタシアの不夜城モンスターカジノへようこそ。いらっしゃいました。
こちら2階のカジノフロアではお客様に気軽なく楽しんでいただくためにコインを無料で差し上げております。心ゆくまでお楽しみいただいた後は3階のスペシャルルーレットステージへどうぞ。ここよりさらにエキサイトできる場所ですよ。ただしここで得たコインはくれぐれも持ち帰ろうなどと思わぬようここで遊び尽くしてくださいね。クックック。コイン無料でもらえるとか儲けれんくね。いやまあ、人間の命の方がってことなんやろうけど、大当たりが止まらんわい。ブギーさんも最高じゃ。純粋にカジノを楽しみよる。お、これそうじゃない。純粋にカジノを楽しみよるモンスターもやっぱおるんかな。詳しいことを知らずに。次は何して遊ぼうかな。ロトゼタシアは楽しいことがいっぱいで目移りしちゃうよ。お、君も遊んでるの。あ、イエス様いつからそこに。この合言葉を教えてあげるから今の話長老には内緒にして。アユナは冒険の書の合言葉を教えてもらった。天空の花嫁の祭壇のルドマンの屋敷が解放されたようだ。ルドマンの屋敷、マジで。その冒険の書の合言葉があればヨッチ村にある祭壇の間から冒険の書の世界に行けるはずだよ。そうそう、僕の他にも冒険の書の合言葉を探している仲間がいるはずだから、ヨッチ族を見つけたらまた話しかけてみて。それじゃあ僕はこれで失礼するよ。イエス様、これからも頑張ってね。ヨッチ村のこと頼んだよ。待って、行きたい。え、めっちゃ行きたい。天空の花嫁、ルドマンの屋敷。ここやったらいける？天井あるんかな。一旦街の外に出た方がいい。天井あったらあれよね、頭打つ系のやつよね。出口どこ？あ、こっちか。いつまで足止めされとん。いや、てか足止めしてないと思うけん早く入りなよ。めちゃくちゃ腰が引けてる。よーし、ヨッチ族の村に行きますか。ヨッチ村への入り口。わあ。めっちゃ楽しみー。イエス様、ヨチ村に行きたいっすか。じゃあわしの力で早速レッツゴータッチ。ただその前に今の状態を冒険の書に記録してもらってもいいっすか。 OK です。うん、すっかり記録できたっち。それではヨチ村にレッツゴータッチ。ルドマンの屋敷ってことは結婚の選択を迫られる時かな。違うんかな。もういろいろ終わってアイテムをもらう段階か。これは違う。こっちか。これや。石碑には天空の花嫁の祭壇と書かれている。ここから冒険の書の世界に行けそうだ。どの世界に行きますか。天空の花嫁の祭壇3つあるよ。とりあえずルドマンね。行ってきます。うわ。待って、ルドマンだらけなんやけど、どういう状態。キモ。めっちゃキモいんやけど、何事。あそこってメイドさんがおったんじゃなかったっけ。どういう状態よ。宝箱には鍵がかかっている。とても大事なものが入っているようだ。アユナ、本棚を調べた。変わったもんないんかーい。結婚のお手伝いをしたら帰るつもりが、どうして私までこんな姿に。これじゃあ村に帰れないわ。おろおろ、皆さんがお父様の姿になってしまったら、誰が誰だか見分けがつきませんわ。あ、これフローラ？あそこにいらっしゃるのが本物のお父様で。あら、それともあちらの方だったかしら。え、さっき話しかけた、村に帰れんとかどうのこうの言ったらもしかしてビアンカ？一体いつまでパパみたいなおじさんの姿でいなきゃいけないの？さっさと元に戻しなさい。これデボラやんね。デボラ、フローラ、ビアンカってことやね、これ。私がこの家の主人、ルドマンだ。君は、アイラというのか。少し私の話を聞いてくれないか。実は、明日、この街では盛大な結婚式が行われる予定でな。私たちはその準備をしていたのだ。え、待って。ビアンカが結婚式の手伝いってことは、フローラ、多分デボラはないと思う。フローラが結婚相手っていう、世界線、ここは。新郎になる予定の若者が結婚の証を持って帰ってくる前に準備を済ませようと思っていたのだが、
あ、なるほどね。まだ探してる段階ってこと。あの火山みたいなとこ。突然おかしな魔物がやってきて私たちに呪いをかけていったのだ。屋敷の者が全員私の姿になる呪いをな。どんな呪い。その魔物には心当たりがある。私のヒー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 じいさんのルドルフは魔物の封印をなりわいにしていた。おそらく封印した魔物の一匹がどういうわけか復活してしまったのだろう。なぜ封印が解けたかはわからんが。え、これあの赤い壺のやつとはまた別のやつな。え、それもなんかそのルドルフが封印したやつじゃなかったっけ。別の魔物。とにかくみんなを元の姿に戻さないと。若者は私と結婚することって嫌です。いや、まあ、この世界では私じゃないかもしれんけど嫌です。私と結婚することになってしまう。どうかその魔物を倒してくれないだろうか。いや、青年とおっさんの結婚式になってしまうよ。ルドマンの屋敷の主人ルドマンからみんながルドマンの姿になる呪いをかけた魔物を倒してくれと頼まれた。欧州近海やって、さすがルドマン。はい、おー、引き受けてくれるか。心優しい若者よ、ありがとう。しかし肝心なその魔物だが、私たちに呪いをかけた後どこかへ飛び去ってしまってな。待てよ。他の者が魔物の独り言を聞いたと言っていたな。何か手がかりになるかもしれん。よし、それでは君はまずここにいる者に当時の話を聞いてから魔物の元へ向かってくれ。その後私も君の後を追うとしよう。若者だけ任せるのも忍びないからな。ではまた後でな。でも同じ格好ならさ、呪文が使える子がやってきてくれた方がいいんですけど。見た目も中身もただのおっさんよりは。え、ルドマンの姿になっとるけん呪文も使えんとか、そういうのある。クエスト、ルドマン家の呪いを引き受けました。待って、ルドマンは言ってくれるんだよね、なんも。絶対にありえないわ。この私がパパの姿になるなんて。いつもの洋服は似合わないし、最悪ね。むしろその姿でよくいつもの服を着ようとしたな。あのド派手なドレスやろ。絶対無理やろ。お父様のことは尊敬しておりますけど、まさか私までお父様のお姿になるなんて。おろおろ、せっかくの結婚式が。ほら、もうここが結婚する気満々な感じやんね。え、てか母親は？このまま私が元の姿に戻れなかったら、うちのお父さん心配するだろうな。ただでさえ体の具合も良くないのに。おじさんの元におじさん帰ってきたらすげえビビるよね、絶対。やばすぎる。呪いをかけた者が去り際に何か呟いているのを聞いたんです。新たな人生を歩むことのできる。なんとか神殿に行けば、わしも生まれ変わることができる。え？ダーマ神殿のこと？何のことかわかりませんが、おそらく者はその神殿に向かったのでしょう。どうかお気をつけてくださいまし。ほうほう。扉には鍵がかかっておるぞ。ってことはあれか。この話もここだけでは解決せん話ってことかな。別の冒険の書がいる。いやー、大変な世界だな。ルドマン。でもちゃんとセリフで誰が誰かわかるよね。おい、それじゃあグロッタに戻りますか。もうグロッタ行けるようになっとるよね。あ、行ける行ける、よかった。はい、向かいます。ふう、君たちまだそんなことやってんのかよ。入れって言ってんだから入りなよ。さあ、こっちの上やったね。マルティナはどこかしら。じゃあもうね、天空の花嫁のやつ見つけてからテンション上がってしまったけん。何やってんだ、殴り合ってるけど。あはははは、戦うのって気持ちいいぜ。喧嘩でもないんやね、別に。この野郎がいきなり俺に絡んできてよ、ぶっ飛ばしてやろうと思ったんだが、バカみたいにタフで全然倒れやしね。あ、こっちはイラついのやね。そういえば前にもこんくらいタフなやつと拳を交えたことがあったような気が。そう、とにかくムカつく野郎だぜ。どうしたの、記憶喪失かなんかなの。通せや。通せや、隙間からいけるかと思ったら全然いけんかった。つら。
お前ら人間の希望だってイエス様だがな、大地が落ちた衝撃の中なお生き延びて魔王様に立てつこうとしてるって噂だ。お、ちゃんと把握しとる人は把握しとんやね。魔王様に限って勇者を打ち損ねるようなヘマをするとは思えない。所詮人間どもの戯言だろうな。あ、なるほど、人間の間の噂ってこと。はん、なんだお前ワッキー、こっから先にはビップな客しか行けないスペシャルルーレットステージがあるっき。本来ならお前みたいにみすぼらしいやつは絶対に通してあげないっきーが、ラブリー X を持ってきたらビップの客として認めてやるっき。さあオイラの頼みを聞いてくれるっき。ラブリー X、 それは景品か。お、なかなか話の分かるやつっきね。じゃあラブリー X を1個持ってきたらここを通すっき。男同士の約束だっき。ラブリーエキスはこのカジノフロアの景品交換所でコインと交換できるんだっけ。分かったらとっとと持ってくるっきよ。何個いるんやろコイン。とりあえずコインを5か。あら、いらっしゃい、こちらはコインカウンターよ。うちのカジノは特別に恵まれないお客様のためにコインをサービスしてあげることになってるの。見たところお兄さんも随分懐が寂しいよね。そんなことないけどね。さあこのコインを受け取って。おー、しかも2000枚もくれるん、太っ腹。もしもコインがなくなったらまた来てね。まあそんなことはないと思うけど。それじゃあグッドラック。あはん、2000枚、しかも何回でもくれる。初回だけかと思った、永遠に遊んでられるやん。魔王様はユースから奪ったオーブに闇の力を注いで配下を生んだんだ。それが六軍王と呼ばれる方々さ。ここを治めるブギー様もその一人だが、チャラチャラと遊んでばかりでな、どうにも品がないのがたまに傷なんだよ。ボロクソやね。どうするだったら六軍王の花形であるホメロス様の軍に入りたかったぜ。あ、今のはブギー様には内緒な。やっぱ魔物の中にもそういうあるんよね。派閥みたいなの。100コインスロットやりまーす。待って、ラブリーエキスは何枚で交換できるんだ。待って、違う、待って、落ち着け私。景品交換だって2000枚スタートやろ。2000枚あっても交換できんもんな。コインを貯めたらこちらへどうぞ。このカウンターで景品と交換できるわよ。おすすめ物に大人気の妖艶ドリンクラブリーエキスよ。ぜひ交換していってね。あはん、アイラさんは現在コインを2000枚持ってるけど、どの景品と交換する？ねえ、それ以外のやつ何？めちゃくちゃ気になるんやけど。すごい気になるんやけど、ラブリーエキスしか明かされてない。しかもこの辺装備切りやん。とりあえず1万枚いるんやね。めっちゃいるやん。頑張って増やそう。10コイン詰まって、100でいこう。100、はい。じゃあ行くぜ。あ、てか3つとか4つとかじゃないよね、5つも。そんなんさ、なかなか揃わんくない？え、そんなん全然揃わんくない？けいけい。しかも特にボタンが押せるわけでもない。何枚？何メタルチェンジって。なんと当たった時にもらえるコインが2倍にアップしたようだ。お、よっしゃ来いよ。それはこの1回限り。なんかメタルだらけやね。あ、いや、なんか継続しとるっぽいな。何？ワイルド。お、もうなんか4つ。100、え、一番前。めっちゃやん。メタルスピンまだ残っとる。まだ残っとるで何回までいけるん、メタルスピン。よし、じゃあこれでがっぽり。とりあえず、でもさ、多分ね、こういうところやけん、あのコインだけめちゃくちゃ消費させてくだらんものが出てくる気がするんよね。やけん、とりあえずラブリーエキスを、絶対必要なものを先にゲットしておいて、で他のものもゲットしたいよね。これ何？
コイン5万枚、はい。誰に落とせばいいかしらん。あら、ヒノキの棒やって、やば。いらなすぎる。これは1個で。なんだろうか。やくそー。たっか。めちゃくちゃたっか。よかった。とりあえず必要なものは先にやっといて。ラプリエピスね。あの辺りが止まらん。私も止まらんかったよ。そんなもんなんよ、きっと。キキ、もしやその匂いは。お前、ラブリーエキスを持ってるっきーね。早く、早くオイラによこすっきー。どうぞ。アミナは魔物にラブリーエキスを手渡した。ほう、うおー、夢にまで見たラブリーエキス。そんなに。ああ、この濃厚で甘酸っぱい匂い。まるで甘くてほろ苦い恋のメモリー。今宵は君をいただきー。何言ってんだ。よし、お前は立派な VIP 客だっきー。この先のスペシャルルーレットステージでビッグチャンスを掴んでくるっきー。この先もカジノコーナーなの、普通に。どこだよ、こっちか。どこに行けばいいかがわからん。あ、当たったっぽいね。